鳥居忠文は、幕末の大名。下野家三部藩の、第八代の藩主。三部藩、鳥屋十二代、死尺。区。下四年九月十一日、第六代藩主、鳥居忠子居の四、男として生まれる。慶応四年三月、兄の、第七代藩主、忠富の名代として上落する。同年九月、忠富の補佐を命じられる。明治二年九月、 ただとの養子となる。明治三年九月二十五日、ただとが病気により隠居したため、その後を継いで地判事となった。それに伴い、十五位下に除任した。明治四年七月十五日の廃藩地検で面官となり、同年九月五日に、司法省中六に就任した。同年十月二十九日、海外留学のために辞任する。同年十一月十二日、 岩倉施設団の一員として、日本を出発した。佐々木隆行に随行し、法律を学ぶことを目的としていた。明治5年4月、岩倉施設団を離れて、アメリカに留学する許可を得る。明治16年5月、外務省御用係となる。明治17年7月8日、死者を除釈した。明治18年5月、外務省御用係検証規制となる。 明治19年11月、ハワイ王国副領事となる。明治22年2月、ハワイ王国領事に就任する。明治23年7月、貴族院議員に選ばれた。その後、死亡時まで在職した。大正3年10月31日に死去した。去年68、ありがとうございます。